次に鈴木義弘さん。鈴木義弘さん。国民民主党の鈴木義弘です。よろしいですかね。多くのトランプゲームにはルールの上で最強のカードが存在する。最強のカードには他のどんなカードでも太刀打ちできないが、中国のメディアが日本の製造業には他国製造業が太刀打ちできない5枚の最強カードが、すなわち絶対的な強さがあると論じているという記事を目にしたんですね。一つ目は優れた生産方式によるコスト削減、二つ目はユーザーのためのイノベーション、三つ目特許で築かれた鉄の壁、四つ目生産技術の高さ、五つ目多品種少量生産。日本企業は多品目少量生産でも利益の出せるシステムを確立することに成功してあり、この点でもグローバル競争における最強のカードの一枚であるという記事なんですね。しかしこの記事は2016年平成28年の記事なんです。あれから6年経ったんですが、この5枚の最強のカードを今も保持しているとお考えなんでしょうか。お尋ねしたいと思います。萩生田大臣。我が国の製造業は80年代にジャパンアズナンバーワンと言われ卓越した競争力を有しました。現在も製造業は高い生産性と国際競争力で我が国経済や雇用を支える重要なセクターであることに変わりはありません。この競争力の源泉として先生ご指摘の優れた生産方式ですとか、すり合わせる力ですとか、まさに現場力は引き続き日本の製造業が強みを有する分野であります。ものづくり白書の分析においても、技術開発力や現場の課題発見力、問題解決力などの製品の製造工程を最大の強みと捉える事業者が多いとされています。他方で近年カーボンニュートラルやデジタル化などの流れの中で、製品の機能のみならず社会課題解決などの新しい付加価値を創造する創出することも求められるようになってきておりまして、経産省としてもこうした領域で厳しい国際競争にチャレンジする民間企業を支援し、我が国経済の屋台物である製造業の競争力の維持強化に努めてまいりたいと思います。鈴木義弘さん。ご答弁いただいたんですけど、また分野が違う産業政策じゃなくて、文科に関わるかなっていうんで今日政務官にお越しいただいてるんですけど、ある業界誌に目が止まったんですね。なるほどなと思いながら、記事を読んできたんですけど、有名な中国の千人計画では、我が国からも分かっているだけで44人の著名な科学者が移動してるっていうことなんです。実数はそれよりも多いと聞くというものです。これは大変な国益のロスじゃないかっていうんですが、私も同感する一人です。で、中国に移動した優れた研究者は本当は中国に移動したかったんだろうか。もし我が国が中国、研究の場と資金を提供できれば日本に残りたいと思うのが本音ではないだろうか。中国に招待されたのは中国がその研究者の研究を高く評価しているはずであり、日本と中国ではそんなに評価の基準が異なるとは思えないっていう記事なんです。で、若手の研究者への手厚い資金はもちろん大切ですが、その反面、優れた研究でも年齢だけで申請を却下されることは受け入れがたい。こうした差別は米国、ヨーロッパ、中国と海外でほとんど聞かない。人材確保が大切と、先ほど大臣がご答弁いただいた中では、やっぱり人材育成が一番大事なんだと思うんですね。現場力を支えているのも人材、そういうことであれば、著名な研究者が中国ばかりじゃなくて、欧米にも多く研究者が海外に行って、研究をされ、成果を上げて評価されている現状をどう変えていくのかということですね。それをまずお尋ねしたいと思います。高橋文部科学大臣政務官。ご答弁を申し上げます。国際的に頭脳獲得競争が大変盛んになっている中で、我が国が研究力を高めていくためには、国内外の優秀な研究者や次世代の研究者が日本で研究をしたいと思っていただくような
魅力ある研究環境を整備していくことが重要でございます。ご指摘のとおりだと思います。まあ、こういった問題意識から文科省におきましては、優れた研究者が世界中から集い、国際頭脳循環のハブとなる世界トップレベル研究拠点の形成ということもやっております。また優れた研究者を切れ目なく支えるためのキャリアや研究成果に応じた研究資金の充実などの取り組みもやっているところでございます。またシニアな研究者についても議員ご指摘がございましたが、例えば定年退職後も一定期間優れた研究実績のある研究者の方が一定の外部資金の獲得を雇用条件として研究を継続をし、次世代研究者を育成する制度を設けるなど、若手の研究者ポストを確保しつつということと両立する形でシニア研究者の方々にも活躍をしていただく、そういった取り組みを進める大学もあるところでありまして、まあ、こうした取り組みについては文科省のガイドラインを通じて取り組みの横展開、こういったことも図っているところでございます。文科省といたしましては、我が国が優秀な研究者にとって活発な研究活動を行う上で魅力的な研究環境になるようこれからも取り組んでまいります。以上でございます。鈴木義弘さん。アメリカでは80歳近い、大学の教授がいらっしゃって、その代わりきちっと論文を出すとか実績を上げている方はそのまま大学が評価して、残られるんですけど、日本の場合はだいたい60、65で定年で、お疲れ様でしたっていうのが現実の話だと思うんですね。でこの方はもう一つ言ってるんですけど、文科省の所管でいろいろな科研費の予算付けを実施していることは承知してるんですが、指揮者は問題解決に大型研究費の申請では一次審査と二次審査に分けて、一次審査では申請者の名前や論文の引用、肩書き、年齢等をすべて伏せて匿名で審査をすべきと言うんです。で申請の内容だけで何よりまずその研究技術がゲームチェンジできる研究家を選別してほしい、余分な情報なしでプロジェクトのゲームチェンジ度を的確に判断できるのか、逆に言えば審査員が試されてるってことなんです。一次審査で素晴らしい研究と判断されたプロジェクトの採択を例えば採択の 1.5 倍程度の数に絞って面接の二次審査を行い、申請者にプロジェクトを口頭で説明いただき、申請者の年齢や経歴、略歴ですね、または人柄などをこの面接で判断することにしてはどうかというものなんです。今までは全部肩書き、自分の経歴、それを全部オープンにして申請を出してきてるんです。そうじゃないやり方をしない限り、何の研究がこれから日本のためになるのかっていうのがぼやけてきちゃうんじゃないかっていう考え方だと思うんですね。で、今はずいぶん薄れたと思うんですけど、日本の社会は権威主義が跋扈しているって言われてると思ってます。何々先生の下で研究していたから、その何々先生の権威に基づいて評価されるっていうことが排除されるってことです。これは高齢って言ったら怒られちゃうのかな、第一線からちょっとお年になられた研究者でも、若い先生でも、若い先生から特別にこの枠を作ってやるっていうよりも、全部伏せて、それで研究の質を評価するっていう制度に変えないと、これからの先は有益な技術っていうものが生まれてこないんじゃないかと思うんですけど、その制度を作る考えがあるのか、見直しをするっていう考えなのか、ご答弁いただきたいと思います。はい、高橋文部科学大臣政務官。ご答弁を申し上げます。議員ご指摘のとおり、さまざまな創意工夫に優れた独創的先駆的な研究課題を選定していく工夫、これを進めることは大変重要な課題だと
文科省としても認識をいたしております。まあ、そういった中で議員ご指摘がございました研究者名を伏せた状況で研究課題を審査採択するというようなことを考えてみますと著名さ等によるバイアスがかかりにくいという利点はあると思うわけでありますがその一方で研究計画の実現可能性を判断するためには研究者名を明らかにしその研究者のそれまでの実績を考慮しなければならないという面もあるのではないかこのような課題も存在すると資料するものであります。また競争的研究費の適切な経費執行の観点から利害関係の有無の正確な判断また研究資金の過度な重複の懸念などもあるところであり、まあ、ご指摘を踏まえまして今後とも適切な研究テーマの審査のあり方を慎重に検討をしてまいりたいと考えます。以上であります。鈴木義弘さん例えばですね、お米の F1 って言われているカリフォルニア米、日本にもどんどん入ってきてるんですけど、一番最初に研究開発したのは三十数年前、琉球大学の先生って聞いてます。で、中国からアメリカに渡って、結局花咲いて、今カリフォルニア米で、まあ、日本にも含めていろんな国に売られてるんです。ゲノムの研究も日本のメーカーさんがやってたんですけども、バブルが弾けてしまって研究費が絞られて、ゲノム解析も途中まで行ったんですが、ほとんどアメリカの企業に特許を出されてしまっている。だから、過去の実績で、8割、9割の実績を踏まえて、将来性を見込んで、科研費をつけようとしたら、結局変わらないってことですよ。その人のやってきたことの延長線上で、これから先カバーできるのか、だったらなんで今みたいな。一つの事例出したやつがみんな海外に行ってそれが花咲いちゃうんですか。それを止めるっていう作業をしない限り日本の中で金の卵が生まれないってことなんですよ。その辺もう一回、まあ、あの政務官のお立場でなかなか難しいかもしれないですけど、まあ、政府参考に、はい、寺門総括官お答えを申し上げます。先生ご指摘のとおりございまして、文部科学省における評価指針におきましてもまさに採択実績のない少ない若手、また産業界の研究者の方にも、研究内容は計画に重点を置いて的確に評価して、研究開発の機会が与えるようにするということを述べてございます。それぞれの科研費等々ございますけれども、それぞれの制度に適した形で、引き続き我が国の研究力の向上に資する質の高い研究成果を生み出しているように、研究課題との採択については、十分意を用いてまいりたいと存じます。鈴木義弘さん。まあ、制度改善をするっていう言い方じゃなかったんで、大臣、今の、 まあ質疑で やり取りしててですね、あくまでも文科省の科研費っていうより、科学技術の中でも、産業界であるその経済産業省でも、いくつものいろんな採択して、事業をやらしてると思うんですね。今みたいな、全部オープンにして、どこそこ企業とどこそこ大学、何々先生っていうような形で採択をするんじゃなくて、プロジェクト自体はいいとしても、名称だとか企業名を伏せてね、一次審査はするっていうことです。でもそれでそのまま、二次審査はちゃんとオープンにして、やり取りを口頭でもう少し詳細に、まあ、説明をいただくとか、そういう、分けてやるっていう方法を経産省のいろんな補助金の出し方もあると思うんですけど、その辺についてこう制度を見直すお考えがありますか。萩生田大臣。一口に科研費って言ってもいろんなものがありまして、先生がおっしゃるような慣例的なですね、権威ある人たちの後継者が次のバトンをつないで研究を続けているという一面は否定できないものもあります。他方、私、創発的研究という新しい制度を作って、若い研究者の皆さんが腰を据えて10年間、これは別に実績がなくてもいいんですよ、目指すべき方向を示すことによって、しっかり採択するという新しいものを作ってまいりましたので、問題意識はよく分かります。ややもすると、そういうことで決まっているんじゃないかという疑念があるとすれば、もうそういう時代じゃないですからね。本当に国家戦略に合っている研究をやってくれるのかどうなのか、その人たちが安定した研究環境にあって本当に企画書に書いた通りの研究をしっかり腰を据えてやれるのか、
そういうことをしっかり見て判断してますので、少なくともその経産省で採択している社会実装実験などはですね、これはどうしたって人の名前企業の名前出てくるんですけど、大手だから採択するとか聞いたことない会社だからこれはもう話は聞かないんだってことは全くありません。全くオープンにですね、中身を聞いて中身で判断してますので、少なくとも経済産業省においてはそういう心配はないと思ってます。鈴木義弘さん。そうしましたらもう一点、お尋ねします。平成23年度のものづくり白書に、製品のデジタル化、モジュール化の進展により、情報家電、携帯電話、自動車などの多くの分野でデジタル化が進んだ結果、各パーツを組み合わせれば製品が一応完成するモジュール化の性質が強まり、すり合わせが強みを発揮する領域が縮小したという構造変化があるという、23年で謳ってるんですね。でその他にも誰のためのものづくりかっていうのを再考するなど、当時の日本の製造業の取り巻く状況をつぶさに直視し、課題提起と取り組む対策が、そこに明示されてるんです。それでも去年出された2021年度版の経済、ものづくり白書、ここのところが、私が見落としてるだけなんか分かりませんけど、8年前に話題にしていたことが、今はほとんど IoT だとか DX だとかですね、先端のことばっかりをやれば、日本が経済発展するようなものづくり白書が出てきてるんです。じゃあ、8年経って前に課題としてあった、提示されたことが解決できてるのかっていう、そこが今、もう一度、日本のその経済発展に問いかけられてるんじゃないかと思うんですけど、最後に大臣。ご答弁いただければと思うんですけど。萩生田大臣。ものづくり白書ってその年々のテーマで記述がなされますから、過去に1回話題になったものがその後どうなったかっていうのを追求してその成果を出すっていう性格のものじゃないものですから、多分そういう意味で、今時代はですね、グリーンだとかデジタルだとかっていうのはどうしてもこの 1,2 年は目につくんだと思いますけれど、根本的に先生が問題意識を持っていらっしゃることというのは、これはもう日本の失っちゃならない強みだと思っています。まさに、中小企業がですね、宇宙までチャレンジができることができる、こういう技術を持っているわけですから、我々経産省としては中小企業の皆さんの大事な技術、こういったものもしっかり守り育て、また応援していく、この姿勢には何ら変わりはございません。鈴木義弘さん。以上で終わります。ありがとうございました。次に。